歴史者、考えが変わった。今季の MVP は大谷ではない。MLB ロサンゼルスドジャースの大谷翔平は今季54本塁打130打点でリーグ2冠を達成、史上初の本塁打と盗塁の50、50、日本人初のトリプルスリー達成など歴史的なシーズンを送っており、特にシーズン中盤以降は MVP ほぼ確実との見方が強くなっていた。しかしレギュラーシーズン後半に躍動し最終戦で殊勲打を放ったもう一人の MVP 候補を押す声が出てきた。地元ラジオ局 ESPN LA に出演しているドジャース担当のブレイク・ハリス記者は現地9月30日に X を更新、実は考えが変わったんだとの書き出しで以下のように主張した。ある野球選手大谷が我々が見てきた中で最も偉大なシーズンの一つを送っているにもかかわらず、メディアはリンドアに投票すべきだと思う。なぜなら彼はチームをワイルドカードに導くホームランを放ったからだ。メッツはこの日アトランタブレーブスと勝てばワイルドカード進出という一戦に臨んでいた。6、7で迎えた9回表、一死一塁の場面で打席に立ったのはリンドア。凡退すればチームの敗退が近づく緊張感の中、初球をスタンドへ運びポストシーズン進出を決定づけた。何を言ってるんだこいつは。この記者はたった1試合の一打で MVP を決めるのか。別にリンドアが素晴らしい選手で素晴らしい1年を過ごしたことに異論はないけど、そんな1試合の活躍で決められても。メッツをプレーオフに導いたのはリンドアだけど、ドジャースを地区優勝に導いたのは大谷なんだけどな。何にでもこじつけて自分の主張を通そうとする人間はどこにでもいる。 MVP は年間を通して活躍した選手に与えられるべきでは。これでリンドアが MVP もらったとしても自身はちょっと複雑だろう。リンドアは全てが高水準の成績だけど、タイトルを取るような突出した成績がないのも印象に欠ける。でも今日のホームランでもしかしたらメッツの記者はリンドアに投票するかなとは思った。大谷選手の MVP は確実だろうけど、満票は難しいかもしれないな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。